まず自己紹介です。私は八代奈穂と申します。株式会社ミズリンクスの代表で、このプロジェクトではリーダーとしてプロジェクトを推進してきました。思い出の魚は長崎県で食べさせてもらったヒメダイとシロアマダイという非常に珍しい魚です。本日はよろしくお願いいたします。はい、相田圭之介と申します。ミズリンクスではハードウェアの開発を主に担当しております。私は寿司がすごい好きで、特に甘エビが大好きです。よろしくお願いします。はい、続いて宮原優斗です。僕はチームの中では、ソフトウェア開発を担当しています。で、好きな海鮮料理は、イカの刺身とエビ天です。よろしくお願いします。はい、笹川大輔です。ミズリンクスではハードウェアの開発を担当しています。気仙沼で食べたウニが大好きです。本日はよろしくお願いいたします。坂間奏人です。ミズリンクスではソフトウェアを担当しています。好きな魚、刺身は、タンブリになります。本日はよろしくお願いします。はい、ということで、この5人でこのプロジェクトを進めてきました。そして昨年の8月に株式会社ミズリンクスを設立しました。会社を作ったのは、このプロジェクトの成果を本格的に社会に実装したかったからです。社名の由来は、水プラスつなげるという意味で、自分たちのプロダクトを中心に、海に関わる人や情報をつなげていくことで、海の産業の役に立ちたい、そういう思いを込めています。そんな私たちのビジョンは、海洋資源によって豊かになった日本を実現することです。ここで私たちが水産業を選んだ理由について紹介させていただきます。このプロジェクトはもともと海で使える機械を作りたいという技術的な好奇心から始まりました。そこでいろいろな海洋産業を見て回っていたときに巡り合ったのが水産業でした。正直なところ、人手不足や漁獲量の低下などでかなり厳しい状況になってきていると言われる水産業ですが、実際に現場の漁師さんたちは何としてもこの水産業を復活させたい、そしてさらに発展させていきたいと考えていました。その熱い思いに感化をされて、私たちもここに本気でかけてみようと思うようになりました。私たちは実際に現場にたくさん行って漁業者さんの声を聞いてきました。すると漁師さんたちは不確実性が高い操業を行っている、そういうことが分かりました。例えば漁船漁業の方々は魚がいるかどうか分からなくても船を出しています。さらに最近は環境変化などの影響で今までのノウハウが通用しなくなって、空振りで無駄なコストが発生してしまうということも増えているようです。また養殖業者さんたちは適切な餌やりがなされているか分かっていなかったり、病気や台風、赤潮などの災害で時には10億円レベルの損失が発生してしまうともおっしゃっていました。しかし私たちはこれらの問題は漁師さんが遠隔で海の様子を把握できれば解決できるのではないかと考えました。そこで現在開発しているのが海洋モニタリングシステムです。これは海の水温や映像などを取得できる装置です。全体像がこちらです。海から LTE で陸上にいる漁業者さんの手元のスマートフォンなどにデータを送ってアプリで表示をします。はい。まず最初に固定型の観測機器について説明します。水戸アドバンスト機関における最終的な成果をまず最初にお見せいたします。水温と映像データを現在取得可能でして、水温はウェブアプリで見れるようなシステムが完成いたしました。一方、映像についてはウェブアプリで見れるよう現在実装中です。海上で安定した運用が可能で、ソフトウェア、ハードウェア的に長期間独立した稼働が可能なものとなりました。現在この機器を使ってあらゆる現場で自信を持って実証実験できるレベルにまで到達いたしました。先ほど述べた最終成果に至るまでには、たくさんの実証実験を行いながら何度も壁を乗り越えてきました。実証実験のたびに現場の方のニーズやご意見を汲み取ったり、機器の改善点を見つけて、ハードウェア、ソフトウェアともに改善を重ねてきました。水戸アドバンスト事業が始まる前の三重県での実証実験では、船の上でキーボードを叩いて、自分たちの手でセンサーモジュールを海に下ろしたりしてデータを取得していました。はじめはそのような状態からスタートしました。水戸アドバンスト事業採択後は、自動でデータの取得、
クラウドへのデータ送信、会場での独立した駆動、そして長期運用というように、機能を改良、そして追加していきながら、現状のものが出来上がりました。こちらが本システムで現在取れているデータになります。左側は高知県で実証実験を行った際に撮影したいけすの中の映像です。右側は長崎県で実証実験を行った際に取得していた水温の推移です。このように映像や水温といったデータを問題なく取れるようになりました。はい、次に宮城県での実証実験でやられた経験を紹介します。宮城県では昨年の10月から11月にかけて1ヶ月間の連続運用と漁業者さんからのフィードバックを目的に実験を行ったのですが、その際に協力いただいた養殖業者さんから、もしもこのシステムがあと数ヶ月早く手に入っていれば、今年発生した数千万円分のワカメの損失を防げたとのお話がありました。なぜこのシステムによって被害が防げたかというと、自分の養殖場ど真ん中のデータがリアルタイムに分かることで、いち早く異変に気づき対策ができたとのことです。当然今までも水温などを測っていたものの、手持ちの水温計だと他の業務との兼ね合いで、高々1日1から2回しか計測できないほか、1時間に1回水産試験場などが提供するデータは計測場所が違うため、そこまで当てにはならないとのことでした。本宮県での経験はこのプロダクトをいち早く市場に展開しなければならないと強く実感するきっかけになりました。はい、次に移動型観測機器について話したいと思います。移動型観測機器は一言で言うと固定型観測機器に動力をつけたものになります。ラジコンのようにサーフボードの下にあるスラスターと呼ばれる動力で操作します。開発した背景といたしましては、海の様子を広範囲に知りたいという声があったからです。例えば数百の単位でイケスを保有している会社では、毎日すべてのイケスを見て回らなくてはならないといった問題があり、効率化したいとのことでした。こちらは今年の1月に神奈川県の相模川で行った実証動画になります。流れが穏やかな川での実験にはなりますが、転覆することなく操作できることを確認しました。以上の観測機器の発展をまとめると、プロトタイプとして水産業の現場で最低限稼働できる、すなわちデータが問題なく取得できるデバイスが完成し、実際の実証実験を通して現場の漁師さんの意見を直接いただける体制を築くことができました。一方で現場にデバイスを持っていったことで明らかになった課題も多数あり、特にデータ利活用の部分は漁師さんもデータをどう使えばいいのかの知見が十分とは言えず、現状の最大の課題となっています。今後は水産関係者の方々からいただいている意見をもとに、計測するデータの種類であったり、そのデータをどう使えば水産業の業務効率化に直結するのかを主眼に検討と開発を進めていって、水産業の現場に役立つプロダクトへとブラッシュアップしていく予定です。このように期間中に強みも分かってきたのですが、当然課題もたくさん見つかりました。この8ヶ月で私たちはずっと水産業のことを考えて、かなり前にも進んできてはいるんですけれども、やはり本気で事業をやるならまだまだ力が足りないということを感じました。なので次の1年は基礎体力をつける1年にしたいと考えています。私たちが考える基礎体力とは、良い組織を作る、製品開発の基礎をしっかり固める、勝てる事業領域をしっかり見極める、この3点です。私たちは自分たちの技術をフル活用して、漁業、養殖業の業務を効率化して、持続可能な水産業を必ず実現します。最後に、このミトアドバンスト事業を通して、技術者として成長できたのはもちろん、起業家としても大きな一歩を踏み出せました。今後もさらに努力を重ね、事業を成長させていきます。改めまして、この8ヶ月間、皆様本当にありがとうございました。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。